それですけどもね、ちょっとね、本日は21日のね、金曜日なんですけども、原さんがね、ひらびなのに、ね、有給取って。すげえ、有給じゃなくて会社休み今日。あ、今日会社休みなぜか今日休みだったの、たまたま。あ、すごいっすね。うん、だからラッキーだなーって。で、家の近くの迎えに来てもらったんですけど、今、11時半ですか午前中の。なんと、スタッフね、告知来ましたけど、秋葉原って書いてましたね。やばいね。まさか。まさか、秋葉原、今、明治神宮のね、交差点なんですけど、ね、今度とね、キス前で、中央なんつって電車で行った方がいいですか車で。いや車で行った方が早い。早いですか。だってぐるって回んないといけないから土地勘がちょっと分からないと秋葉原の全然弱い場所というか。え行きます20分あれば着く。そんなだって集まれるというか親しできるのはそんな広場とかじゃない。結構駅前とか広いじゃん今。広いでしたっけ。いや本田っていうラーメン屋がね移転してちょっとまだ移転に行きたいんですけど多分駅の周りなんじゃない。多分いろんなビルとかもあるし。まあでもとりあえずつまくろのローだったでしょ。まあ予想通りというか、うん、まあまあだからまあ行く価値あるんじゃね。間に合いますかこれ。間に合う間に合う間に合います間に合う。じゃあとりあえず今度の日をって、あ今度が電話来てるんでちょっとじゃあ、うん、ええ今度日をって行きましょう。ちょっと行きましょう。はい、スニアカ男子。はい、ということでね、今渋谷駅着いたんですけども、で今度がですね電車がですね遅れてるということで、先に、車で、原さんと向かいます。もう秋葉私たちでね、しょうがないですけど、行くしかないですね。しょうがないね。まあでも、車で良かったかも。だって、逆にそうそうね。渋谷から秋葉原って、地下鉄でも行きにくいし、ね、一本とかないから。ああ、そうですか。山手線で行きやすい。山手線で行くにしても、はい、中央線乗り換えて行ったりとかしなきゃいけないじゃん。はい、ああ、そうです。山手線でぐるっと行けねえから。ああ、なるほど。だから、逆に良かったかもしれない。はいはいはい、今ね、11時40分過ぎで、ちょっと携帯見たら、もう完全開始しますよ、これ。これ。一時、え？あと1分50秒とかね、もう、秋葉原、間に合わないですよ、これ。何分持つかだね、これがね。どのぐらい人がね、移動してるか、これ、だ12時だと思ったら、もう11時、え？ 11 時45分。やられたね。まあ、でも誰もこれ、分かってないと思う、ね。分かんないですよね。だから、秋葉原にもし会社があって、働いてる方とかね、もうその辺でいる方が、もう、大ラッキーっていう感じで。スニオタあんまりいないでしょ、あの辺。スニオタいるんですかね、秋葉原。まあ、分かるんですかね。スニオタは結構いると思うけど。今度なんか絶対間に合わないですよね。絶対無理だね。あと10秒9、7、6、5、4、3、2、1、はい、ドスーンということで、スタッシュニアユー来ました、これ。さあ、在庫数広場ということで。さあ、なんか今度出ましたけど。え？わかりますか、これ。なんだ、これ。UDX、もう多分駅近っすよ、これ。UDX。あ、そうなんだ。多分、確か。アイランドとか多分、あの辺のパチ屋の近くだと思う、多分、間違いなく。とりあえず駅みたいな。駅っぽいっすね。OK です。15分で着きます。多分。15分。うん。ちょっとね、雨降ってきましたね。ちょっとお天気雨というか。もう駅前の秋葉市っていう、ショッピングモールなんですかね。なんか、そういう施設みたいなとこの広場でやってるっぽいっすね。さあ、現在 97%。あ、減ってますね。減ってるな。96、95、94。ああ、94まで減っちゃいましたね。開始6分で、開始6分で。で、アイムヒアと押すと、出るんですよ、半径が。5.4。間に合うか、これ。だから、着く頃には、多分2、30杯減ってますね。原口のサイズやばい。いや、多分これサイズじゃないですよ、発客が。はい。ただ、なんか3点方式で、1回だから、権利得てから、また、多分お店かなんかどっか行って、交換するっぽいですよね。で、それもまた先着順みたいな。はい、ということでね、今、12時、ほんと手前ですけども、在庫は、75% ぐらいということで、今、皇居周りに来たんですけど、まあ、間に合いますかね、うちは。いや、内側行けるっしょ、さすがに。はい、じゃ12時になりましたね。12時になって、あの辺のオフィスの人たちが、一斉に行ったら別に。そう、一斉に出たら、買わないでしょ。買わないですかね。言ったらそこでは買えないんで。あ、そうだ、そうだ。そう、オンライン上で買えたらみんなね、ちょっと絶望ですけど。さあ、どうでしょうか。平日すごいな。いやー、やっぱ平日でもやっぱね、まあ、金曜ってみんな、前回もあるんだね。うん。睨んでると思ったんですよ。だからスタッシュ出た時点で、有給取ってる人もいるのかな。確かに。でも原さんもたまたまなんだろうね。たまたま本当にラッキーだった、今回。スニアカ男子
12時になりまして、こちらはお茶飲みです。やばい。今回ですね、スタッフがなんと秋葉原に設定されてまして、なんと今回の商品がスマクロということでね。いや、マジでこれ来ると思わなかった。で今ね、電車待ってます。で、その電車乗って秋葉原行って、で、今回の目的地秋葉原の UDXEX ですね。はい、なのでそこに全力で向かいます。で、残り 70% なんですけど、まあまだ選べるんじゃないかなってのは思ってるんで、ちょっとこればっかりは運になりますが、そこで受け取って今度は渋谷に行くっていうことなんで、これ終わったら、渋谷に移動ですね。まさかここでサロンメンバーにいるとお疲れです。頑張りましょう。神保町ですね、これ。あ、ってことは、じゃあこの辺でもちょっとゼビオでね、あるんで、ここで交換っていう可能性もないですかね。ゼビオさ、ナイキやってます、やってます。やってるのか。やってます。俺だってここで前バスケットシューズ買いましたもん、レブランの。あ、そうだ、やってはいるな、確かに。そうなんですよ。うん、でね、テレビでは懐かしのこう川島愛さんがね、歌ってくれるということで、ちょっと今待機してますけども。60% になっちゃいましたね。うっそ、早っ。3分でもう 10% 入ってますわ。そんな数がね、ひょっとして。あー、数がないかもしれないですね。20分でもうだから、まあ、約半分ぐらいになっちゃってるっていう。だから12時半まで持たないかもしれないですけど、このやっぱ56%どんどん減ってますね。いやー、これはまあまあ本当安全運転で、もうこれ事故っても男がないんで、意味ないから、命あっての口なんでね。はい、どこで交換しよう。村スポもありますけど、スポーツショップでもジョーダン扱ってないしね。そうか、ジョーダンブランド、そっか、どこなんだろう。上野はないよね。まあ、上野ジョーダンはね、三田とか山尾とかあるんで、もしかしたらそっちの方。そっちかもね。確かに。これも近いんですか。そう、ここを曲がってきゃ秋葉原だ。あ、多分この辺ですよ、その UDX。ね、それで、ね。これ。ね、おーっと、来ました、ビッグアップル。秋葉原、万世橋、この辺ですね。さあ、ビッグアップル来ましたんで、もう秋葉原になりますよ。さあ、どうでしょう。さあ、I'm here。反応しました。ああ、反応しないですね、まだ。アイムヒアは。ああ、もう 50% か。あ、 0.5 起きました。あ、この辺だと思うんですよ、この裏。ああ、あの辺だ。あ、いっちゃった。あったあったあった、いっちゃありました。スニアカ男子これショートでから行こうか。UDX あるな。来た。こちらですね。しんどいて。向こうっぽいっすよ。向こうっす。はい。ここ来てる。あ、すごい、いっぱい来てるわ。あ、いっぱい来てる。クラスショートだ。お、すげえ、めちゃくちゃいる。さあ。疲れた。いろんな人たちが。やってますね。たくさんやってますわ。ピュー、そうです。さあ、みんなどうなんだろう。撮れてるか。あ、きたー。完全に遅れてる。やりました。その店舗での在庫管理とかも。そうですね、お早めに。これはあ、これをあの、はい、ワールドオブフライトの渋谷店でこの先でご案内いたします。あ、それはあのワールドオブフライトの渋谷店でご案内いたします。ちょ、このまま行っちゃって大丈夫ですか。このまま行って大丈夫です。了解です、ありがとうございます。ということで、ここから引き換えの移動が始まります。どうしよう。スニーのメンバー。あ、本当ですか。ありがとうございます。引き続きお願いします。ちょっと何としてでも WF 行って撮りましょう。電車移動か。それどうなんだろう。撮れました、撮れました。ここから渋谷です。ここから渋谷。まだ最速契約されてないみたいですね。だからここからダッシュですね。第2ラウンド行きますか。ダメだ、原口電話出ないから。あれです、まだ、こちらがですね、UDX の広場になりまして、あんな感じでいっぱい集まっております。で、ここから渋谷に戻んなきゃいけないっていうことなんで、まあ電車で行ってもいいんだけど、ワンチャン車で行った方がいいかもしれない。まあ取れるときは全員取れる、取れないときは全員取れないがいいかなと。まあ潔いでしょ、その方が。はあ、まだチャンスあるんでね、28日。スニアカ男子。めっちゃいますね。あ、これですね。さあ、めちゃくちゃいます。これはおそらく、そうですね。間に合いましたね、なんとか。
間に合いましたね。これどうですか。あ、取っちゃう。そうですね。原さんの携帯から出て。じゃあ先やっていいですか、ちょっと。あ、いいよいいよ。あれ。あ、これなんですか。ファウンド M って言うんですか。あ、出ました出ました。あ、これでいいのかな。あれ。早くやる。あ、これですかね。いいじゃん。目の前来た。どうぞ。秋葉原。うん。あ、着いた着いた。まだ平気でしょ。はい、どうだね。今12時、20分ですけども、今度はね、合流したということで。死ぬわ。取れた取れた。取れた。2人より俺の方が多分10分ぐらい早く着いてる。あ、そうなんだ。こっちで取れた人は全員取れるとは限らない。限らないです、ね。全然関係ないらしいです。だからサイズが割り振られてないから。あ、そっか。弾来た人を取れなかったってことね。見たいっすね。ね。え？不具合で。あ、不具合だったんですかね。不具合が出てて、取れない人が結構いて、それを粘ってる人たちが多かった。今回も、中ではできる人もいる。ゼロースタッシュエンデッドってことで。やばいね。さあ、12時半前でもう、完売してしまいました。さあ、今ね、明治神宮の交差点に来ましたけど、今、川島さんに10時43分ですね。1時前には、ドフラつきそうですけども、さあ、どうでしょうね、原さんで。間に合いますかね。まあ、間に合うね。まあとは、もう、止められるところがちゃんとあれば。ちゃんと安全運転に来てるからね。いや、そうっすね。まあ、こんなサイズだったらまだいけるかもしれないよ、これな。俺と原さんはね、うん。違いやすいかもな。でも、ドフラーがだからあれじゃない？試着して買うんじゃないの？試着して買うだったら最高だね。ねえ。うん。結構いるなぁ。相当いるぞ、これ。だって結構いるぞ、これ。めちゃくちゃバスだった。なんで原さんが一番早いんだよ。今1時ぐらいですね。なんでスタッシュ始まってから1時間15分後ぐらいになりますけども、もう結構ね、後方の人たちもついてるっぽいんで。あ、そう、こっから走るっしょ。走ります。いや、もう原さんがもう一番今日たぎってんじゃん。たぎってんじゃん。中村慎介まりに。これ大丈夫。ダッシュ。さあ行きましょうか。原さん一人でロケットスタート切ってんじゃねえか。むちゃくちゃ元気よ。しんどいぞ。さあさあさあ、着いたからゴールっす。あんまし増えちゃうや。増えてないっす。いや、でも結構もう買っちゃったないのか。サラリーマン多いな。確認させていただきます。先生、確認しますね。はい、ありがとうございます。はい、ということで現在1時45分です。はい、40分ぐらい結構待つね。待ちますね。後ろもまだいそうなんで、ね、結構いますね。これあるんじゃないですか。俺とか原さんはいけそうな気がするのでね。27はね、いいですね。原口のサイズはどうなのかなみたいな。いや、ちょっと楽しみですね。これのパターン、ね、初じゃないですか。このパターン初、スタッシュのね、うん、新しい形というか。いやー、これ相当時間取られるから、みんなちょっとね、心身ともに疲れるというか。なかなかね、時間と交通費とだってね、移動距離とかいろいろ時間取られますから。そうね。これはなんか、まあまあ、いや、こういうね、催しをやってくれること自体はまあありがたいから。やれるでしょ。そうそうそう、楽しいんでね、いいんですけど。でもこれで多分土曜日と日曜日やった方がいいと思う。このロングタイムさ。いや、もうどうなんだろう。土曜日曜だとこれとんでもないことなんじゃない。そっちが面白いじゃない。いろんなところに迷惑かけそうじゃない。あ、まあ確かに。それだけは気になるけどね、ちょっとね。はい、ということで行っておりましたね。いいお世話。いやあれですね、疲れたもん。精神が一番疲れたかもしれない。予想と全然違うしね。俺今日普通に代々木公園だと思った。俺スマグロで秋葉原って。読めた人いないんじゃない。いや、読めた人いないですよ。サロンのね、人が、まあ、1番手でついたらしいんだけど、ね、やっぱり2番手なかなか来なかったって言ってたから、なかなかみんな読めてない。で、そっから渋谷っていう第2ラウンドがね、これまたサラリーマンの方はね、結構多かったんですけど、これ出先で行ってきますっつってなかなか帰ってこない。これ外回り何やってたみたいな。直帰ってホワイトボードに書いてたりするだろう。いや、確かにそんぐらい結構な時間を要するイベントだったなっていうところはあるんですね。まあ、楽しみです。いや、面白かったね。結果がね、ただまで会えなかったらこれちょっとね、不満パラス人結構います。いや、いると思う。アンドロイドが結構やっぱ不具合多かったって。あ、そう。現地で買えてない人たちがやっぱ集まってたの。へえ。なかなか、まあそういうまた不具合がちょろっと出てしまったの。あ、そうなんだ。もう手放しで全部喜びにくいっていう状況があるっていう。また？またかいな。頼みますよね、エキさん。
ということで、こちら冗談はね、今回変えまして一般販売は28日ということになりますので、少し早めの5点か29番でまさか変えるとはね。いやー、よかったですね、変えていい一足が手に入れられた。いや、マジでこれ欲しかったら嬉しいね。スマグラちょっと欲しかったね。これ普通に嬉しい。よかったよかった、最高の一足ありがとうございます。結構あったよな、多分。あれ多分ね、これを取った人の数以上の足数あった気がする、うん、多分そんな気がする。まだ27とか28いっぱいありましたもん、うん、ちょっとまたね、8月あたりで一発またなんかやっていただくんで、ね、嬉しいです。東京会もやりましょう。ねえ、確かにこれまた東京だからね、またやりましょうよ、これ、うん、参加できてないのに東京だからって文句やる人多分いっぱいいるんで、東京会もやりましょう。そうですね、みんなの不満を解消するためには他の地域でもやる、これだ、これですね。いや、この規模だったら他の地域できますよ。できるできる、全然間違いなく、うん、やっていいと思います。やっていいと思います、ね、だから日本を盛り上げてほしいなっていう感じですね。はい、じゃあね、本日会えたかいただいた方は誠にありがとうございました。あれね、ありがとうございました。もう私、はい、あれ覚えてるか分かんないけど、はい、俺と原口とダバリさんで、はい、結婚おめでとうのメッセージを送った方だった。あ、そうなの。 その方が山梨から今日たまたま来られてて、で、お会いもできたからあの時の俺にみたいなことでおしゃくれてます。ああ、そう、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、これまた本当にありがとうございます。脱水症状で。いや、マジでありがたかった。いやー、もう走ったからね、あのマラソンだから。めちゃめちゃ助かりました。ほんで、抜けれなかったしね。確かに抜けれない。最後にありがとうございます。すいません。はい、ということでね。本日は一足お先にね、スタッシュという方で手言いますけど、28日の皆さん、それまでバイバイチュー。ということで、お疲れ様でした。本日7月19日、ナイキの日ですね。ちょっとあのスニーカーでまたスタッシュがちょっと来るかもということで、今打ち合わせ中なんですけど、ちょっと見てますよ。今日ナイキの日か。そうで、昨日ね、今日ナイキの日か。今日ナイキか、ナイキの日か、これ臭いね、ありそうだな、これ今日ナイキの日か、これ荒れるな、一番荒れる日だ、これ。今日ナイキの日か、名前変わってんだよな、これ。じゃあ、すいません、俺、すいません、大丈夫、お願いします。